どうも皆さんこんにちは、手島のチアリ、それじゃあ、そうそう、手島、グルーマスター、よいしょ、イエイ。ということで、本日はマッハ革命進化の紹介、イエーイ。はい、それで最後までマッハ革命ちゃんと言えなかったけれども、はい、こちら9月16日発売、アビスレボリューション第3弾マッハ革命、イエーイ。ということでね、デュエチューブではここまで新カードをバンバン公開してまいりましたが、はい、本日がラストデーでございます。ラストデーでございます、ラストデーでございますが、ラストに免じてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、今後も新カードバンバン出ますしね、はい、明日には銀河最速開封生配信もありますので、生配信でございます、ね、チャンネル登録しどくでございます、はい、さあそんな中ですが、まあ、結構ね、新カードでは割とね、恒例になってきてるカードを今回持ってきました。だいたい動画で見せてる恒例各セットに1枚ずつ入ってるあれですね。あー、分かっちゃった。1枚ずつ入ってるあれですね。さすがに分かったね。分かりました。はい、あー、サクさん分かったかい。はい、じゃあちょっと内村さん、サクさん、じゃあサクさん押してください。はい、はい、今日の新カードこちらでございます。はい、パーフェクトオラトリオクルス。いや確かにパーフェクト呪文がまだじゃないか。そうそうそう。はい、ということで今回は光闇のパーフェクト呪文、なるほど、かっこいいね。はい、入っておりますので、こちら紹介していきたいと思います。いくぞ、よー。はい、ということで、それでは早速、光闇のパーフェクトオラトリオクルス、金樹と聖句の決断とか、オラトリオクルス、光闇の呪文になっております。はい、パーフェクト呪文のいわゆるサイクルというかね、あの流れの一枚でございますね。はい、で、このターン中に自分のクリーチャーが出ていれば、自分のシルゾーンにある、この呪文にシルトリガーを与えるという。あー、なるほど。結構特殊でして、今まで普通パーフェクト呪文で結構下がる系が多かったですから、リスト軽減系、そうだね、条件でこそ下がるよって感じだったんですけど、うん、これは条件、このターン中に自分のクリーチャー出ていれば、何かの手段出ていればトリガーを得るよっていう。なるほどなるほど。ちょっと面白い条件持ってます。そうだね。能力結構とんでもないです。はいはい。次の中から2回選ぶ、かっこ同じものを選んでもよい。まず相手のクリーチャー1体選び破壊する、うん、あ、使いやすい、使いやすい、なんでもコスト制限とかないんで、うん、だどんどんって2体破壊もできるわけで、ここ、なるほど、まあ、そっち結構強いですね。2番目、これが規模でございます。ブロッカーを持つクリーチャー1体自分の手札から出す。ちょっと待って、来ましたね。ちょっとこれは後で言及しようか。はい、じゃあ頭しましょうか。じゃあ3つ目、自分の山札の上から2枚を見る、そのうち1枚をシールド化し、残り1枚を墓地に置くと。いうことでは、2枚見て好きな方をシールドに埋めて残りは墓地ということで、それも2回使える可能性がある。さあこちらのカード、まあ言うても真ん中の効果がね、肝だと思うんですよ。まあそうだね。もちろん一番最初に思いつくのはヘブンズゲート、うん、そうなんですよ。これいわゆるだからヘブンズゲートのまあパーフェクト版というか、はい、ヘブンズゲートの流れよくな呪文なわけですね。まあトリガーは持ってないけど、ね、トリガーはちょっと条件が必要なんですけれども、まあ、ヘブンズゲートまず同じのもできると。ブロッカー、これを2回選べる、痛い、そう、なんだけど、どんどんでブロッカー出せる、なんだけど、なんだけど、何かが足りてないんですよ。大事な一言が足りてなくないかい。ちなみに2言足りてないです、このカード。2言足りてないんですよ、わかりますか。まずは光だよ。そうなんです。ヘブンズゲートとか、あの、アケルナルの呪文側、スターゲーズゲートですね、はい、あれは光のブロックアップからね。確かに、ゲームエンペラ出ちゃいますね。出ちゃいますね。ゲームエンペラも出ると。光文明ってあの、してがないので、ただ水闇のブロッカーのゲームエンペラとかも出せる。あ、ウェルキウスも近いですかね。そうだね、ウェルキウスも近いですね。今まではそのスターゲーズゲートでウィルキウスを出して、ウェルキウスからゲームエンペラを出してる。進化でライブ書いてるです。ほんとー、2言足りてない、ライブ書いてない。そう、進化も出ちゃいます。一体どんな寝技を引けるのかというのはね、皆様おのおの考えていただいている感じでございますが、なるほど。これはかなりそのどっちかデッキの核になるタイプのカードですね。そうね、あの便利に使うっていうよりは、うん、まあ、これを中心にデッキ組んで、そうだね、もうすごい、もちろん考えて、後でやってもらっていいか、後でやってもらっていいか。でしかも、あの、例えばその相手にメタクリーチャーとかちょっと邪魔なクリーチャーいて、やってる場合じゃないとか、そういうふうにブロッカーが足りてない、はい、って時にこういう風に時間を稼いだりもできる。はいはい、破壊、クリーチャー破壊したり、はい、シールドを追加したり、シールド追加もバカにならないですからね。そうそう、しかも2枚見て好きな方選べるから、うん、それこそヘブンズゲートとこれ両方積んだデッキとかだったら、うん、ヘブンズゲート埋められる可能性もあるけど、ね、そういうことね、選んでね。そう、選んでるからすごいよ。しかも別にこれ2回使えば4枚見てるわけですから、そういうことね、うん、そういう感じで使ったりもできると。すごいね。かなりね、あの、面白いというか、使い手の力量が問われる1枚かなと。でもハマった時の爆発が半端じゃないから。半端じゃないね。大変だよ、ゲームエンペラ出たら。そうだよ、だって6万ので普通にゲームエンペラポンって出るんだから、うん、勝つよ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 、勝つ、大体勝つよ、勝つ、勝つ。はい、まあ、そんなね、すごい出力を秘めた1枚でございます。あー、なるほど、ございます。が、これも恒例になっておりますが、はい、まあ、このパーフェクト呪文にはね、毎回シークレットがね、あー、シークレットがありまして、そ、まあ、そのシークレットってね、まあ、いつもこの文明の代表的なクリーチャーが
映ってるんですよ、うんうんうん、はい、さあ、はいはい、クイズでございます。パーフェクトオラトリオクルスのシークレットには誰が映っているでしょうか。はい、え、でも俺でも当たったかもしれないから。でも違う、嘘詳しくは聞こえなかったけど、うん、違う、詳しく聞こえない、嘘、でも違う、長さが違う。これね、わかりますか。なんつった一番に。俺はあのキングアルガリアス。あ、違います、違った、キングアルガリアスです。でもヒント出しましょうか。はい、パーフェクトオラトリオクルス。あー、そう、落合君、あのお手つきですよ。お手つきですから、もう僕はあげないけど。パーフェクトオラトリオクルスなんですよ。オラクルの、あ、あ、オラクルの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 、なんだい、ゴスペルかい、ゴスペルかい、ゴスペル、文面めちゃくちゃじゃないか。水飛んだのかいつ。オラクルの、ゾドス、あ、ソロスターじゃないんだよ。確かに、ソロスターじゃないとすれば、確かに光闇のこの人って感じはするな。ないとすれば、ないとすれば、はい、はい、です。だけど、いつもが、いつもさん、いつもが映っております。ということで、こちらシークレット版パーフェクトオラトリオクルスでございます。なんかちょっとね、このオラクルといえばあの本あったじゃないですか、はい、オラクルでしょ、はいはい、ちょっとあれを放送するような感じになってますよね。なるほどね。はい、ということで、この素敵なイラストのねシークレット版もございます。確かにオラか、はい、オラトリオクルスということでね、実はここにちょっとヒントが隠されておりましたよと、やられた。悔しい。そんなあちゃーみたいな顔することあるか、新刊紹介動画で。はい、さあこちらねパーフェクトオラトリオクルスが入っておりますのが、はい、9月16日発売、アビスの第3弾マッハ革命でございます。あ、皆さんもチェックしていただければと思います。はい、そして明日生配信です。銀河最速生開封配信ですね、ですね、はい、ございますのでね、皆様ゲストともに、はい、まだ見る新カードもね、まだ見るよ、ありますので、ね、はい、お楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは本日の動画はここまで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、